こんにちは、都屋工房の野村雅人です。今日はこのスモモの実を取っていきます。このスモモは我が家のスモモではなくて、ご近所の川崎さん家のスモモです。それでは取っていきたいと思います。良くなってますよね。だいたいこの木は6月の終わりぐらいになるんだそうです。川崎さんはもう自家消費分については収穫が終えたので、僕にあとは取っていいよと言ってくださいました。でこの木は今年の春にこの枝をいくつか切ってもらって、我が家の畑にも植えてあります。3年経てば実がなるって言ってくださったんで楽しみにしてます。我が家の目の前に中山という山が見えます。ちっちゃい山なんですが、あの山はこの辺からもよく見えるし、海から川もよく見えるし、国道も見えるし、木辺の方からも大浜の方からもよく見えるんで、それしかもほぼ独立峰なんで、あの山がなんとか綺麗に整備できたらいいなと思ってました。今思ってるのは桜とか彼岸花ではなくて、花桃の里にできないかなというのを考えてます。去年の写真展で帝釈峡の方の花桃の里の写真を出したんですが、あれですね、ああいう雰囲気です。あれはあの地区の一人の人が花桃の苗を自分のお金で育てて、近所の人にこれ植えてみませんかと配って、であそこまで持ってったんだそうです。最初は地区の人も半信半疑だったようですが、あそこまで立派な花桃の里ができました。蒲手地区でもそういうのができないかなと考えます。花桃の苗を作るのに、このスモモの未生苗を使ってそいつを接ぎ木の台木にしてやろうかなと思ってました。でこの度川崎さんに取ってもいいよと言われたんで、今から取って、実を取って、実の周りの果肉を取って、砂で洗って果肉をきれいに取ってやって、その実を2ヶ月間冷蔵庫で保管して、それから種まきしてやるそうです。そうすると芽が出るっていうのがある動画にありましたので、そいつをやってみたいと思います。急に太陽が出たんで虹が出ないかなと見てみたら、虹はなかったですね。今回は美味しい。食ってやろうと思って、今からスモモの実を採集します。すごく美味しい。ね、真っ赤に売れてます。昔からここにあったのかな。昔の記憶がない。で、見て、川崎さん取り忘れ。さあ、うまくいくかな。砂で洗ったらいいって言われたんで、砂利と砂利に混ぜてみましたけど、こんなんでうまくいくのかな。うん、
今日はスモモの実を収穫して種を取り出して種の周りのこの果肉を除去してやりました。この後キッチンペーパーにくるんで湿気を保ったままで冷蔵庫に2ヶ月間入れてやって休眠打破をしてやります。2ヶ月後に種をまいて未生苗を作りたいと思います。そしていよいよ、花桃の苗木を接ぎ木してみたいと思います。うまくいきますかどうか頑張りましょう。都屋工房の野村正人がお送りしました。それではまたお会いしましょう。